玄福系は、ベトナム王子玄福への長子、ミーコ系とも。7歳の時、フランス王国のカトリック宣教師、ピニョードベーヌと共に、フランスへ向かい、ベルサイユ条約の締結にこぎつけたことで知られる。父より先に死去したため、ベトナム王位を継ぐことはなく、吉高み門が玄福船を後継者に指名した以降も、玄福系の子孫が王位を継ぐことはなかった。 1785年、5歳の元副系は、カトリック宣教師、ピニョウ・ドベーヌと共に、フランスへ向かった。フランスとベトナムの同盟条約に署名するためであった。二人以外にもマンダリンが二人、いとこが一人、兵士やメシいが同伴した。1785年2月に、ポンディシリーに到着したが、何の支援も得られなかったため、1786年7月に、出港。 1787年2月にフランスに到着した。一行は1787年5月5日にフランス王イ16世と面会し、11月28日にベルサイユ条約に署名した。元服刑はフランス宮廷で注目の的となり、美容師のレオナール・オティエがコーチ・シナの王子という髪型を創作し、モープランが彼の肖像画を描き、フランスを大使。 ルイ・ジョゼフと遊んだほどだという。フランス滞在中、元服刑は1732年に建てられたパリ、外国宣教会に泊まった。元服刑は、キリスト教に深く影響され、宣令を希望したが、ピニョード・ベーヌは、ベトナム宮廷の反発に配慮して拒否した。一行は1787年12月に、ドリアー・デゴに乗って、フランスから離れ、 1788年5月から1789年7月まで、ポンディシェリーに寄港しながら帰国した。フランスから戻ると、彼は祖先の威廃の前にひざまずくことを拒否、さらに仏像に十字架を塗らせた。彼はカトリック教会のミサに参加し、洗礼を希望したが叶わなかった。1793年、玄福慶は、東宮皇太子の称号を授けられた。 1794年以降、彼はすべての軍事遠征に参加し、父の元服衛は毎回ピニョードベーヌと同行するよう要求した。1794年には遠京城で西山町に包囲されたこともあった。1799年のクイニョン包囲戦でピニョードベーヌが死去すると元服栄は深く悲しんだ。元服栄の肖像が 1787年猛プランがパリ外国選挙会所蔵。玄福啓は晩年に秘密裏に洗礼を受けたと言われる。1801年天然痘により亡くなった。しかし、選挙師の間では毒殺とする説もある。玄福啓は王太子だったため、次の継承者はこの玄福未堂と言われていたが、吉高庭は長子相続の原則を曲げて、自らの 第四子、玄福線を後継者とした。ベルサイユ条約を持っているピニョード・ベーヌと玄福計、最後にて。1824年、玄福計の長子玄福美堂は、はじむ分越に、母、宗主権との近親相関を疑われ追放され、宗主権も獄死した。玄福美堂が解放されたのはその死の一年前、死特定時代の1848年のことだった。 1833年から1835年までの始む分の乱は玄福刑の子孫を大いにつけることを目的の一つとした。これはベトナムのカトリック教徒の支持を得るための決定とされる。玄福御堂の長主玄福霊賞は1826年に大和公の釈位を授けられた。玄福刑の彦にあたる玄福英樹は第二次世界大戦時代の独立運動家。 クオンでの父であり、長子相続の原則によると、現状の多い継承者の筆頭であった。ありがとうございます。